では、PHP 静的解析活用術2021と題しまして、竹内としたかが発表させていただきます。よろしくお願いします。セッション中、ディスコード見てますので、随時、質問とかあれば、お知らせください。最後、時間余ったら質問を答える時間とかにできればなと思ってます。で、自分についてなんですけど、ピクシブという会社で仕事をして、PHP スタンの拡張を書く仕事とかをたまにやっています。PHP 履歴は、まあ、7年ぐらいにそろそろなるんだなっていうふうに書いてて思いました。今日の流れなんですけど、まず最初に、このセッション聞いてる人の中でも、静的解析のライブラリ使ったことない人とかもいるかもしれないので、軽くどういうことができるのかっていうのを話した後に、PHP ドックだけでは、まあ、柔軟に型が付けられないシーンとかもあるという話をして、それで、先に、どういったことが PHP スタンの拡張を書くことで実現できるのか、説明した後に、実際に、独自のオリジナルの拡張を作っていきたいと思います。今日なんですが、PHP スタンを使って静的解析のライブラリを使っていきます。PHP スタンの以外にも、ファンとかサムとか、あるんですけど、それぞれ特徴があって、PHP スタンは、ファイルごとに解析ができたり、他のやつだとプロジェクト全体を解析するとかそういうのに向いているものもあるんですけど、まあ、PHP スタンは結構この、まあ、ここだけエディター上とかで、線を引くとかそういうのに適してて普段よく使っているので、今回は PHP スタン使わせていただきます。それで、最初に PHP スタンの動作なんですけど、まあ、ここに today っていう関数があって、デートタイムで、これ多分今日の日付のデートタイム返してるんですけど、これの返り値っていうのがこう定義されてなかったり、あとこのファイルの外にあったとしても、ここの PHP ドックの @return って書いてあるのを見て、この today っていうやつの返り値はデートタイムっていうのを判定しています。なので、ここでは、この文字列の today と厳密比較してるんで、この if 文は一生来ない、一生フォルスに、ずっとフォルスになる if 文ですよっていう、意味のない、とまあそんなような if 文になっているっていうので、警告が出すことができます。それで、PHP スタンで、検出できる項目なんですけど、まあ普段から使っている方からすれば、こんなのと、慣れた感じだと思うんですけど、ちょっと説明させていただきます。まず、引数の型とか関数の返り値ですね。で、まあ、PHP、最近はもうここ引数に直接書くこともできるんですけど、PHP スタンで、この PHP ドックに、言語、PHP がサポートしてる、この型の宣言とは、型別でここに書くことができます。PHP スタンでしか使えない型っていうのもあって、最近だとここにノンエンプティストリングっていうふうに書くと、空文字列以外のストリングに限定させるとかってやって、まあ、言語で定められている、型よりも、まあ、細かく型が付けられるメリットがあります。まあ、このケースだと、ハローっていうのに、これストリングしか渡せないっていうふうに出てるのに、true を渡してるから、これ間違えてますよ。教えてくれてるのと、これ戻り値、ボイドって書いてあるのに代入してるっていうので、またさらに来られてるっていう状態ですね。で、まあ、ここ、ドル A とかドル B とかついてて、これ本来、まあ、イントとして型がついてしまいそうなんですけど、これはリテラルとして、このドル A っていうのはもう常に字が入ってるっていうのが、もうこの文の流れからわかるんで、ここの if 文、else は常にこの同じ結果になる。まあ、この、こういうコードが書いてあったら、まあ、真ん中でドル A とドル B に最大にしてない限り、常にドル B の方がでかくなるに決まってるので、この if 文意味ないんじゃないのっていうふうに警告してくれます。リファクタリングとかでもなかなか便利な機能になってくるところですね。あとは、まあ、よく、まあ、PHP
使うとき、まあ、配列をいろいろこねくり回すってことが多いと思うんですけど、まあ、PHP っていうか、このまあ配列使うときに、t の型に、t の文字列をタイプをしてたり、まあ、ない t をこういうふうに指定してしまっているケースに、こういうふうにエラーを出してくれます。で、まあ、これっていうのは、for each で回したときも、ちゃんと一つずつ、こう、t と value の型を見てくれていて、still pos で、ここ多分文字列が来なきゃいけないところ、あ、違う、数字が来なきゃいけないところなんですけど、これ2つ目のところで false が入る可能性があるんで、ここで警告してくれてます。これ、ストリングですね。あ、これ、ごめん、すみません。こっちの value の方を見てるので、1と false っていうのが来るんですけど、ここに1って入った後に、これ次のループでこれ false が入っちゃうんですけど、これ still pos の第一キスに入っちゃいけないものなんで、エラーが出てます。それで、まあ、ここのタイプガード、is string で if 文書いておけば、ここでは警告が出ないっていうので、まあ、今までなんとなく動いてたコードも、php スタンに書けると、まあ、型ガードを忘れているところを、あぶり出すことができます。他にも、インターフェースとか抽象クラスのメソッドの定義忘れとか、PHP ドックの構文ミス、ドイツスコープ内のリターンの後などの、まあ、この上でリターンした後にいくら好きに書いても一緒回ってこないことになるんで、このコード意味ないですよってことを教えてくれたりします。それで、さっき言ったような感じで、その PHP よりも絞り込まれた型をつけられるので、コーディングしやすくなるっていうのがあって、例えば int、PHP だと、まあ、int ってつけると、まあ、数字を表すことになりますけど、ポジティブ int って PHP スタンでは型があって、ポジティブ int って、PHP ロックに書くことで、まあ、1以上の数字っていうことを定義できたりします。なので、まあ、ID とかは、ユーザー ID とかは、まあ、数字で使ってる場合は、絶対にマイナスにはなることないと思うんで、ポジティブイントってつけると、これが0以下かみたいな、比較が無駄ですよみたいな警告を出してくれたりします。それで、まあ、今まで PHP ロックでちょっと表現してきたんですけど、こういうコードちょっと考えてみます。で、これちょっとサンプルが微妙なんですけど、is large int っていうので、これ 10以上だったらこの int をそのまま返して、まあ、10よりも低かったら、false を返すっていう、10以上って、10よりでかかったらですね。なんで、ここ、php スタンの戻り値としては、これ int の 11max って書くと、これ11以上の int っていうふうに型がつくんですけど、まあ、これ書いてあるままのコードですね。ただ、この is large int に literal の10っていう定数を入れてるじゃないですか。その時は、ここでドル int 使う時は、false っていうふうに型ついてほしいなってちょっと思ってしまうわけですね。それで、今のこの状態だと、is large int は int は false でこう型をつけてるんで、PHP ドックの中でこの if 文みたいなのって書くことできないじゃないですか。そこで、まあ、PHP スタンの拡張を書くことで、こういう引数の型を見て、この戻り値に型をつけることとかが可能になります。動的に型をつけるっていうところですね。ちなみにこの PHP スタンダンプタイプっていうのを使えば、PHP スタンがどういうふうに型を認識してるのかっていうのがその時点でわかります。PHP スタンの拡張の種類がちょっと何種類かありまして、クラスリフレクションエクステンション、これ、まあ、それぞれ書いてあるんですけど、まあ、これは、なんだろう、まあ、動的に生成されるメソッドとかがある場合に、まあ、PHP ドック書きづらいところではあるんですけど、それに対応できる。これで、まあ、ララベル使ってる人とかだと、モデルにスコープホニャホニャみたいな風に定義したときに、モデルホニャホニャで呼べるやつあるじゃないですか。そういうところで、まあ、動的に型をつけられるエクステンションが書ける拡張の種類ですね。
それでここのダイナミックリターンタイプエクステンションとダイナミックスルーテンタイプエクステンションは動的に返却する型を変えたいとき、なんでここの引数を見て動的に返却する型を変えたいというときは、このダイナミックリターンタイプエクステンションっていうのを使って種類の拡張を書きます。それでタイプスペシファイングエクステンションは、引数に与えられた変数に型をつけるっていうので、これ isInt バリアブルってやって、これ if 文で true で通ったら、この中ではバリアブルはintじゃないですか。なので、この引数に与えられたものを、このスコープの中で、intですよって型をつけたときは、この拡張の種類を使います。それで、この4つとはちょっと毛色が違うんですけど、例えばここの、この変数に与えられたらこういう警告を出すみたいな。それが、カスタムルールっていうタイプの拡張の種類です。他にも、エラーのフォーマットを制御するとか、そういう拡張の種類もあるんですけど、ちょっと省略させていただきます。ここの一覧に書いてあるものに関しての、この詳しいのはちょっと後で、ブラウザで説明させていただきます。それで、先にちょっと、本業のピクシブで活用している、独自拡張の紹介をさせていただきます。これ、ペチパー会議とかでもやってるので、ちょっと見たことあるかもしれないんですけど、ご了承ください。まず最初にこのバーダンプって書くと、さっきの PHP スタンダンプタイプと同じ動きをするように PHP、スタンの拡張を書いています。これを書くことで、バーダンプ書き直すと、CI で、このエラーで出しているんで、CI が落ちるっていうメリットがあるのと、あとは普段このバーダンプゲットクラスとかゲットタイプってやって、一回実行して、出力を見るみたいなデバッグをしているケースもあるかもしれないんですけど、そういうのも、PHP スタンで型がついていれば、その場で、に出て便利っていうのがありますね。特にここの上の方でこうデータベース書き込んでたりすると、この最後の方のデバッグするたびにデータベースにレコード追加されてちょっと大変だったりするんで、こういうふうに静的解析で実際にコードを実行しないで逃げるってすごいいいことですね。パラムヘルパーっていうのがあって、これ先日会社の技術ブログに記事をアップしたので、ぜひ見ていただきたいです。ドルゲットとかドルポストとかっていうのをこういうラッパーなんですけど、これの場合はドルゲット、ドルアンドバゲットのネームっていうのをストリングまたはフォルスで取得するみたいな。なんでこのネームっていうのが未定義だったらフォルス。このストリングはフォルスとか、as positive int とかって、ID はこれ1以上の整数なんで、これ as positive int。これ、メソッドチェーンで書けて便利っていうものですね。これは、ダイナミックリターンタイプエクステンション、これ今から使うエクステンションで書いてあります。で、これ、PHP の isInt とか、この直接使ってもいいかもしれないんですけど、ちょっと癖がある関数もあるので、util assert っていう、引数の型を絞り込むアサーションのラッパーが中でありまして、それ用の拡張も書いてあります。このユーティルアサート min age 20っていうのをやったら、この下はずっとプロフィールの age は20っていうことが保証されているので、これも拡張を書くことで、ここの引数に与えられてたもの、変数は、これ以降こういうふうに型をつけますっていう拡張が書いてあります。で、これ去年ちょっとやってたもので、まだちょっと実運用されてないんですけど、ちょっとやってみようっていうのをやったところで、こういうふうに文字列でスケール書くことは、OR マッパーとか使ってる人の中ではあんまないかもしれないんですけど、こういった SQL 自体の文法を解析して、こんな、そうですね、このタグっていうのは、ストリング入れなきゃいけないのにフォルスが入ってますよとか、インデックスヒントを指定しましょうっていうローカルルールがあったりするんで、
とそれを忘れてますとか、とテーブル名タイプをしたりするとこうエラーが出るんですね。これは、ピクシベースケールエグゼキュートっていうののこの第二引数に渡された文字列をそのまま、SQL の文法としてパースして、これが、SQL 文として合ってるかっていうのを実行前に確認してます。結構この慣れてないと SQL あのデータベース側から返ってくるエラーってこうびっくりするタイプのエラーが多いので、とここでまあ日本語でこう表示されるのはとまあとっつきやすさとかにもなるかもしれないです。でちょっとここまで来たので拡張を実際にちょっと作ってみようと思います。あと5分ぐらいしかないので作り終わらなかったらすいません。このまあさっき共有した is large int ってこのちょっといけてない関数なんですけど、それをここの段この関数を通した後にこれ10を入れてるので、ここ false っていうのが型がついて、あるいはここ11って入れたら11っていう型がつくことを目標にしていきます。これ、リポジトリを共有します。これ、もう実装が済んだリポジトリなんですけど、まあ、ビデオを録画されてるのを見てる方とかいると思うんで、スライドにちょっと貼って、後で共有しておきます。PHP スタンのエクステンションは、まあ、プロジェクトに PHP スタン入ってたら、PHP スタン .root に、PHP スタン .neon.list っていうファイルを設置して、読み込みを行います。それで、大枠はちょっと作成したんですけど、先ほど言ったいろんな種類のこのエクステンションっていうのはここにこう PHP スタンのドキュメント最近揃ってきていて、各種、まあ、どういう種類のエクステンションが書けますっていうのがあります。今回ダイナミックリターンタイプエクステンションなんでこれを使うことにして、基本的にまあ流れとしては、まあ、コツなんですけど、まあ、ここに書いてあるインターフェースコピーしてきてそれを実装していくという流れです。で、ここのダイナミックメソッドリターンタイプエクステンションっていうインターフェースを、使って、クラス実装すればいいので、それで、ここで、ダイナミックメソッドってなってるんですけど、実際今回やるのはファンクションなんで、ダイナミックファンクションリターンタイプエクステンションズです。で、これちょっとHP スタンのドキュメントがまだちょっと未整備なところ多いっていうのもあれなんですけど、まあ、GitHub とかで見ながら、こう、若干違うんですね、このメソッドのエクステンションと、ファンクションのエクステンションっていうのが。なので、これのインターフェースの実装をちょっと見てから、あと1分ぐらいですけど、ちょっと一瞬で実装していこうと思います。これ、ダイナミックファンクションリターンタイプエクステンション、ちょっと、GitHub とかで、検索して、インターフェース確認したら、この2つの関数を実装する必要があります。で、isFunction supported っていうのは、まあ、PHP スタン AST 構文、抽象構文理で、解析をかけていくんですけど、このエクステンションが対応しているファンクションなのかっていうのを返します。それで、この、ちょっと時間がないので、コピペでいきますけど、ここの is large int っていうの、これ get name っていうふうに、ファンクションリフレクションの get name ってやることで、is large int っていうふうに、あ、なるほど、45分までありがとうございます。is large int、そうですね、ここで、この関数名が、この拡張の解析対象のものなのかっていう、のを、判定します。ここで true が返れば、この、get type from function call っていう関数で、まあ、実際に型を
検査して、ここで型を返却することで型がつくってことですね。今回は、ここのプロジェクトのルートのソースの下に、ソース .php っていうのがあって、これさっきのコピペが置いてあります。ここ赤線引かれちゃってるのは、このコンピュータに入ってるのが PHP7 系で、この int は false が書けてないっていうのでエラー出てるんですけど、今の段階では、型がついてない状態です。これ中途半端に拡張書いちゃってるんで、多分ここのダンプタイプとかもちょっと波線が出ない状態になっちゃってるんですけど、拡張が完了すれば、PHP スタンダップタイプのイントっていうところに波線が引かれて、上がフォルスで下が11っていうふうに型がつくはずです。で、実際にこの getTypeFrom ファンクションコールっていうのを実装していきます。これは、ファンクションコールっていうのがこの関数呼ばれたところの、これ今メソッドコールになってるのあんま良くないですね。ファンクションコールの、このファンクションコールってこの変数から、今のこの変数に渡された、引数とかを検査しつつ、実際にはこれが何の型かっていうのをこの関数で返していきます。実装していった方が多分早いので進めていきます。まず、この引数に何を渡されているかっていうのをちょっと最初に検査した差があるので、それを書いていきます。引数の型を取得するには、ドルスコープのゲットタイプでファンクションコールアグゲゼロバリューっていうふうにやると取得できます。これは10っていう値が入ってるのではなくて、10っていうコンスタントインテギュアっていうタイプが取得できるところです。PHP スタンの型、PHP スタンが内部で使ってる型っていうのにどういう種類があるかっていうと、このディベロッピングエクステンションズの中のタイプシステムっていうところを見てもらって、ショーテーブルオブ PHP スタンタイプタイプっていうこのテーブルがあるのと、これ開いてもらうとこいろいろあります。ここに、コンスタントインテジャータイプっていうのがあって、これ、まあ具体的な10とか11とかっていう数字ですね。なので、これ、10って渡したときは、ここにはアーギュメントにはコンスタントインテジャータイプっていうクラスが配置されます。その中に10っていうこの数字情報を持っているようなイメージですね。それでこの10っていう数字情報がまあ10以上かどうかっていうのを確認すればいいだけなので、コピペで失礼しますが、このアーギュメントがコンスタントインテジャータイプだった場合に、これ、ゲットバリューってやると、これ、まあ、整数ですぐ取れるので、10以上かっていう、まあ、さっきの関数の再実装みたいに見えてくるんですけど、10以上だったら、これをそのまま返します。なんでかっていうと、これ、もうすでにコンスタントで型がついているので、そのまま返却して大丈夫で、もしそうじゃなかったら、フォルスを返すんですけど、ここはリターンフォルスとするわけではなくて、コンスタントブーリアンタイプ、フォルスってすることで、まあ、フォルスだけ、ブールっていう型を返してんじゃなくて、フォルスっていう型を返すことができます。それで、コンスタントインテジャータイプじゃない場合は、とりあえず、フォルスをイントっていうふうに返しておきましょう。このタイプコンピネーターっていうのをやると、PHP ロックで、この or を表現することができます。なので、ここで書いてあるのは、この false or int っていうことですね。そうです。タトさん言っていただいたように、この静的解析の世界なんで、直接の値じゃなくて、この型を扱うために全部クラスにマッピングされているので、そのクラスを
処理していくようなイメージです。ここまで書けましたら、竹内様、時間のになってしまいました。はい、時間になってしまいました。ありがとうございます。はい、でもこれ、ちょっと完成してるので、はい、これ。わかりました。少々お待ちします。はい。この辺で、ちょっと編集をすると、リスタンをかけてみましょう。ちょっとこれ、不足がありそうですね。これ、あれです。ユーズをしてなかったです。ちょっと、あと10秒だけ待ってください。はい。すいません。わかりました。10秒だけ。丸ごと、これコピーしてきちゃったんですけど、それで多分、これ動いてないですね。ちょっとこれは、ディスコード上でやっていきたいと思います。ちょっとスポンサーさんのあれですね。CM とかがありますよね。